こんにちは、トキサバキオトークです。皆さん元気ですか？はい、夏になってきましたね。夏になって大体皆さんの方もいろんなギアの方はもう大体決まったことと思うんですけど、結構皆さん悩んでるのがやっぱりブーツだと思うんですよ。ブーツね、やっぱりね、この世の中にはブーツ難民って言葉があるんですよ。このブーツ難民って言葉は僕何回も聞いてます。それでうちのお客さんなんかでも一番僕が相談されるのはブーツなんですよ。じゃあブーツ何を選んだらいいかって分かんないじゃないですか。その中でやっぱり成形ブーツって皆さんの中では絶対に頭のあると思うんですね。じゃあ成形ブーツ一番有名なところ何って言うと、やっぱ D ラクサ出てくるじゃないですか。そしてライドが出てくるじゃないですかね。それで、ね、あとはね、ナイデッカーとかあるんですけど、うちはこの成形ブーツしかやってないんですけど、特に今回は分かりやすい言葉で、難しい言葉は一切使わない、分かりやすい言葉でライドのブーツについて皆さんに説明したいと思いますので、ぜひともチェックください。でライドのブーツね、めちゃくちゃいっぱいいいブーツがあるんですけど、やっぱりうちの方で定評があるブーツ、これね4種類あります。4種類というのは3つのメンズと1個のレディースなんですけど、まずトーレント、そして92、そしてラッソプロ、ラッソプロワイド、そしてヘラプロ、ヘラプロワイドっていうのがあります。このヘラプロっていうのはレディースですね。ヘラプロとラッソプロは基本的にこれが性別が違うだけで思ってください。基本的にもう細かい機能は違うんですけど、これがラッソプロがメンズで、それのヘラプロがレディース版と思ってください。だから基本的にこの3種類の構造が違うんです。まずはじめに皆さんも話題になってるね、まだ入ってない人もいっぱいいると思うんですけど、見てください。はい、トーレントから見てみましょう。はい、昨シーズンから出たライトの中のこのハイエンドがこのトーレントなんですよ。見てください。去年はあのね、パンダでしたね。黒にベースに白だったんですけど、今年見てください。このジラーフみたいな、これね、いわゆるキリンのようなカラーなんですよ。これがやっぱりライドの中でトップエンドのトップ、非常に信頼のおけるブーツなんです。ただ履いてみると分かると思うんですけど、こうやって前に曲げた時ね、このブーツって前に曲げた時に非常に簡単に曲がるんですよ。ただサイドね、このサイドに曲げた時にこれが非常にタイトなんですよ。前に入るから非常に柔らかいなと思うんですけど、実際に履いてみると、それビンディングつけて初めて分かるんですよ。サイドに硬い、なんでかっていうことね、これはこのブーツの一番の特徴なんですけど、まずタンのシステムと中のシステム全然違うんですけど、まずじゃあこの中のこの細かいところいろいろ見ていきましょう。まずこのブーツですね、ブーツはこうやって見てるけど、表の一番上見てみると、これが92と同じようにここのところにリーシをかぶせるところ、このカバーがついてるんですよね。この中を見てみましょう。こうやって中を見てみると、ここにリーシがあって、これがこの下の部分が実はこのサイドボアでずっとこれに繋がっていくわけなんですね。前の方はこのセンターの方ですね。センターの方のブーツのセンターのこの一番前の部分をグッと締めるんですね。ギュッと締めていきます。だったらば92みたいにこのターンがこうやって締まらないの、フローティングターンなんないのって思うじゃないですか。これででもこのブーツ踏んで、このまず下を締めて上締めて、それでじゃあターンはどうするかと、このブーツが、この3種類のブーツが唯一中に見てください、赤い紐のハーネスがついてるんですよ。このハーネスはただ単に他のメーカーのこのハーネスと同じかっていう話だけど、このハーネスをずっと見ていくと、見てください、この部分ターンの部分これ通ってるじゃないですか。そうです、ここの部分が通るハーネスなんですよ。つまり中のハーネスがあって、ね、見てください、中にこれとハーネスがあって、そのハーネスの最後のこの紐部分がタンにつながってるんですよ。それタンのぐーっと奥を見てみると、見えるかな、この奥がいわゆるフローティングタンっていうシステムで、いわゆる中のタンが一番先っちょくっついてないんですよ。くっついてます。ただ布切れ一枚でくっついてます。これで92と一緒なんですよ。布切れ一枚でくっついてから、タンがこうやってするんですよ。これ普通のタンはこうなるじゃないですか。そうです、このね、このトーレントはターンがこうやって前後に、そうです、この前後に動くのがこのトーレントなんですよ。それでこのハーネスをギューッと締めました。この締めたらハーネスが締まって足首周りが締まりつつ、ターンが、そうです、ターンがグーッとこっちにいるんですよ。これがトーレントの発明的なところなんですよ。これめちゃくちゃすごいです。で、これグーッと締めることによって、こっから締まってギュッと締めて、こう締まって、それでボアで上締まって横のボアで下締まる、こんな感じですよね。だからもう全体的にもうがんじがらめに締めてしまうっていうのがこのトーレントなんですよ。横のこれボアを見てみましょう。ボア見てください。よくアップしてみてとか H4 ってなってますね。でこのね H4 っていうのはこれ長い距離を締めるためのボアなんです。
長い距離をより強くパワーで締めていくためのボアで、中にゆっくりゆっくり足回っていくのがこの H4 っていうボアで、サイドボアもこれ H4 になってるんですよ。 H4 これより変わってセンターの軸がなくなったんですね。だからよくこのセンターからポキッと折れちゃうって人もやっぱりいたと思うんですけど、これはセンター軸がなくなったんで、そんな不要にも対応してるっていうのがこのトーレットなんです。すごいですね。それでまあじゃあこれアウター見てみましょう。このトゥーのところ見ましょう。トゥーのところこのトーレット黒いですね。この黒部、それでぐーっと回せて回してみて、はい、ヒールも見てください。このヒールの部分ですね。ここのヒールの部分を見てみると、はい、これがね、黒い部分、TPU って言われてます。いわゆる携帯ケース、携帯あるじゃないですか、携帯ケースのこのケースのこの部分ですね。この部分の素材としてはどういうことかというと、耐久性がめちゃくちゃいいんですね。普通のプラスチックじゃないです。めちゃくちゃ耐久性、摩耗性がいい。だからこの携帯ケースが使ってるんですけど、これがしっかりと前と後ろからカバーしてる。そういう感じで、それでプレミアムこの審査制度って言って、周りのこの審査制度では合皮なんですけど、これもめちゃくちゃ耐久性が強い。はい、それでブーツをギュッと引っ返してみてください。それが見ればミシャンもついてますよね。よく見たら真ん中ミシャンもついてますね。ミシャンがついてるように、いわゆるスタッドレスタイヤのミシャンですよ。あのあれがまたドカーンとソールについてる感じですね。スタッドレスのタイヤがついてるからまとまって滑っても滑んない。だからソールもこのミシュランソールになってて、じゃあインナーを外してみましょう。インナーを外してこのブーツの中見ました。ブーツの中多く見えますか、これ。ギンギラギンにギンギンギンですよね。これがアルミホイルがついてるんですよ。だからどういうことかというと、下からの冷気が伝わってこないんですね。だから寒くならないっていう構造になってるんですよ。それ今これブワッと外しましたね。このね、外したインナー見てください。これね、ライトどこにも書いてないですね。ライトで書いてないですね。これ、インテューションっていう、いわゆるインナーメーカーさんが作ってるインナーなんですよ。だからライト頭いいんですよね。ライトって大きな会社があって、大きな会社が、おい、インテューション、うちのためにインナー作ってくれよって頼むわけです。そうすると、インテューションにとってはライトが大きなお客さんだから変なの作れないじゃないですか。これ、しっかりとインナーを作ってライトを食べる。だから、インテューションで、持ちは持ち屋的なところで、インテューションのところでインナーを作って、それをライトを収めて、ライトを知ったことです。これインテューションのインナーもめちゃくちゃいいんですよね。なんかちゃんと焼いてこれ履くと、どっちかっていうとフワンフワンって感じじゃないんですよ。デカルのシートみたいに当たらないんだけど、しっかりガツッと入る感じ。これがインテューションのめちゃくちゃいいところです。はい、それ外してみて見ましょう、ね、ターンがついてないですね。インテューションのこれ見てください。ターンが横にこうやって筋があって、そうなんですよ。いわゆるラップ式って言われるインナーなんですね。このラップ式って言われるインナーがこれインテューションのこのメンテンやってて、馴染めば馴染むほど足首がギューッとしまっているんですね。だからかかとがなかなか浮かなくなる。これめちゃくちゃいいですよね。それでインナーが収まっているブーツのこの一番上の方をグーッと上がって、これを見てください。このところに加えて筋があって、これがマジックベッドのスマッチョ。これがいわゆるふくらはぎが大きい人、小さい人があって、そこのところでふくらはぎが大きい人はブーツの下を大きくできる、いわゆる足首周りというかふくらはぎ周りを大きくできるというのがこのトーレントのいいところ。いたせりつくせりのフリーライドブーツ、それで前は柔らかいけどサイドは硬い、こう非常にもう安心感のあるブーツが、これがトーレットです。はい、続いて紹介するのがラッソプロ、ラッソプロワイド、そしてヘラプロになるわけですけど、このラッソプロっていうブーツは非常にこの台の中では固めの方の設定になってる、8って番号がついてて、これカタログっていうことで8って番号になってるんですけど、いわゆるフリーライドブーツのトップエンドの一つとして考えられるのがこのラッソプロなんですね。じゃあ構造を見てみましょう。この構造ね、これもね、非常に頭いい構造があって、これ今説明するラッソプロ、そしてこれから説明するナインティーという、この2つは大きな特徴の一つ、皆さんにとってもすごい、中のハーネスがついてないんですよ。それで、はい、このラッソプロ見てみましょう。じゃあラッソプロはどういう感じになったってこと、まず前の場合ですね。前の場合これグッタリと、これが前の場合全体的に全部締めるんですよ。ブーツ全体を締めるんですね。この前の場合これ H4 ボアですね。 H4 センターがこうやってちゃんとなくて、それで長い距離を確実に締めていくっていうボアが、これが H4 というボアです。それでブーツ全体をぐーっと締めますよね。それで横のボア見てください。これは M2 プラスってなってます。 M2 プラスっていうのはさっきの H4 とは全然違うボアで、短い距離をキュッキュッって簡単に締める、早く素早く締めるっていうボアなんですね。ですからこれはやっぱりもう用途が違うわけでしょ。前は長い距離をギューッとしっかり締める、だからブーツ全体をしっかり締める、横、それでサイドボアっていうのはキュッキュッってこれ早く締める。じゃあどこを締めるってことですね。じゃあまずブーツのインナーを取ってみましょう。ポコッと取りました。はい、取りました。中見ました。あ、中になんかこれメッシュになってるのがありますよね。これね、これね、いわゆるこれハーネスです。ハーネスついてるんだよ。でもね、これ紐がついてるのはどういう構造になってるかっていうと、さっき言った M プラス2のこのボアの紐につながってるのがこのハーネスなんですけど、ただつながってるみたいですよ。よーくこの紐見てください。中の紐見てると、この紐がなんとほら、見てください。これ、単にもつながってるわけですよ。え、どういうことって言うんだよ。横を締めると、まず単につながって、単からこれ、ハーネスにつながるんですよ。
ていうかどういうことかというと、横のボア、この横のボアを締めると、実にまずパンをグググッと締めながらハーネスもグググッと、すっごい頭いい構造になってるんですよ。だから全体的に言うと、このブーツ足首を締めるブーツです。かかとじゃないです、足首をしっかり締めるブーツなんですね。かかと浮きっていうことで考えると、そこまで足首をしっかり締めてくれるブーツなんです。これ最後はこうやって締める、中見てください、これなんかほら、だんだん締まってくるんですよ、だんだん締まってくるんですよ、だんだん締まって、このメッシュがこう締まって、その後、ピッピッピッと締めてると、あ、タンがこうやって寄ってくるの分かりますか、これ。だからこれはフローティングタンじゃないですか、タンの根元がくっついてるから、タンはこう収まるんです。こういう角度で止まって、でも中のこのハーネスがしっかり締まるんです。それで、この前の方を見てみると、このブーツの前の方はオーバーラップ式なんで、上からこうやって積み込むタイプのブーツなんですよ。それで、このブーツは、いわゆる、ワイドサイズなんですよ。ワイドサイズ5ミリぐらい広くなりますね、他のブーツに比べると。だから足幅が広いんだよねっていう人はワイドブーツ選んだ方がいいし、これ普通の幅だったらこうやってです。僕なんかそんなに足幅が広くないんですけど、あんまりそこで横の圧迫が好きじゃないんで、わざとワイドブーツを履いてるっていう僕みたいなパターンもあります。はい、裏を見てみました。裏を見てみるとこっちもやっぱり黒くなってますよね。黒いこれね、ミシュランソールになってます。よく見てください、センターのこれがミシュランって言いますよね。だから安心のこのスタッドレスソールですよね。これそれでインナー外してみると、インナー中はこれまた銀器の銀のソールになってますよね。そうです。それからこれ地熱がね、この寒いのが全然伝わってこないっていうのが、このアルミホイルによって反射してる。だから中のこのね、中のあったかさを保たせるっていうことなんですよ。はい、ぐっと回して、はい、背中見てる人は、これにもインテューションって前についてますよね。さっきと一緒です。インテューション、いわゆるライドの持ちは持ち屋機能です。持ちは持ち屋機能で、ちゃんとインナーをインテューションに使わせる。それこれもやっぱり見てくるね、ラップ式のインナーですね。ラップ式のインナーだからギューッと足首を締めてくれますね。ここら辺がめちゃくちゃいいところです。それでこのね、だからまずこの辺覚えてくださいね。ラッソプロ、ヘラプロは足首、いわゆるこの足首ですね。足首を締めるブーツっていうのはこれ、足首を締めるブーツっていうのがこのラッソプロ、ラッソプロワイド、ヘラプロ、ヘラプロワイドなんですね。ここはポイントですからね、よく押さえてください、見てくださいね。はい、では続いて、はい、これ次です。次紹介するのが92ですね。で、ライドの中ではおそらく一番有名なブーツがこの92って言って、ライドは1992年から始まってるんですけど、その1992年の始まった年のこのフラッグシップを作ろうということで作ったブーツがこの92というブーツで、ザ・92となります。で、ザ・92というのもみんな知ってる人も多いと思うんですけど、このブーツは一言で言います。一言で言うと、かかとがほとんど浮かない。僕、いろんなブーツ作ります。だけど、このブーツほどかかとが浮かないブーツ。かかと浮くの嫌なんだよねっていう人に対して、てきめんに効くのはこのブーツと思ってください。92です。見てみましょう。まずね、このね、表のところがこうやってね、まずね、さっきのポーランドのように、こうやってね、カバーがついてますね。このカバーがついてる理由があるんですね。このカバーがついてる、さっきのポーランドを含めて理由があるんですけど、この夏日です。それを外すと、中にね、これ、ね、見えますね。このところに電子が見えますよね。雲が見えますよね。これ全部、この92だけ見てみると、これ、これ、ワイヤーがステンレスじゃないですか。なんでかって言ったら、これね、すごい複雑な通し方をしてるんですよ。だから、トーレンとラストプロ、ヘラプロ、ここら辺は全部 TX3 っていうナイロンワイヤーなんですけど、この92だけは複雑な通し方をしてるんで、これは相変わらずステンレスワイヤーを使うというのがこのブーツのちょっと特徴になります。で、これ見てますよね。それでこうなった時に、で上のボアと下のボアが分かれるんですけど、これもすごく不思議な、すごく特徴的なボアなんですけど、横のボア見てください。横のボア。横のボア見ると、これは下側閉まるんですね。そうですよ、ブーツの下側閉まる。また上のボアなんです。上のボアが、これがまた複雑で、上のボアは、上のボアを閉めるところ、まず全部閉まりますよね。閉まった後、これがかかとに通って、今度この上のボアの下のところが、はい、見えますか、この、そうなんです。このね、タンについてるんですよ。タンについてて、そのタンを締めていきます、締めていきます、タンがこのブーッと、さっきも言いましたね、これがフローティングタンといって、先端がくっついてないタンなんですよね。布切れ1枚使って、その布切れ1枚で使ってるのが、この92とさっき言ったトーレット。布切れ1枚しか詰まってないから、そこのところ水が入ってきちゃうよっていうことで、表にこのカバーがついてるんですね。だからこのカバーついてるっていうのは、このフローティングタンがついてるっていう意味なんですね。だからこれ、フローティングタンがついてると、ぐわーっと押さえる。このタンが普通のタンだったら、これがこうやって、こういう風に収まるんですよ。タンを締めると。なぜかというと、ここが閉まってるから。だから、フローティングタンはこういかないんですよ。ここが動くから、こう収まるんですよ。こう。だから、この角度をついたまま、かかとをぐすっと押さえるんです。これが、かかとが浮かない一番の理由なわけですね。
ただこのワイヤーを締めますね。ワイヤーだからそのね、TX3 のこのナイロンワイヤーみたいにじゃなくて、このステンレスワイヤーだからガッツリ縛るわけですよね。がっつり締まっていくと、かかとにグッグッグッと押されて、そうです、こんな感じです。グッと押されて、かかとがしっかりホールドされる。これがすごいところなんですよ。で全体的に見ましょう。全体的に見たときに、このブーツの種類ですね。他のブーツはちょっと違いますね。他のかかとのこのふくらはぎの下の部分も、ここの全部全体的に、これね、結構硬めのプラスチックに見えてない。これも TPU なんだよ。だからホールド、これいわゆる耐久性がめちゃくちゃいいブーツなんです。ライドは生産の方で考えているのは、開発で考えているのは、耐久日数が200日ということを目標に作っているブーツです。他のメーカーはだいたい60日ですからね、ここら辺で作れて3倍の耐久性を考えて作っているというのが、このライドのブーツの特徴でもあります。ここら辺がナインティードの特徴ですね。で、ナインティードのブーツ、若干他のブーツよりは若干細くなってくるんですよね。だからそこら辺はやっぱり足が強いとかっていうのは、必ずこれはもうちょっとちゃんと相談をしながらやっていかないです。それであとはヘラプロ。ヘラプロはさっき言ったこのラストプロと同じような構造なんですけど、ヘラプロで一箇所でこれ、この後ろ見てください。ヘラプロのところはこの後ろのところがこのね、分かれるんですね。だから大きなこのふくらはぎが、女の子の場合ふくらはぎが低いじゃないですか。僕女の子の場合はこのふくらはぎが低いから、このふくらはぎが低い部分については、これね、ちゃんとこのところで幅を合わせられるっていうのがこのヘラプロの一番いいところです。ということで、今日紹介したのがこの4つのブーツなんですけど、すべて成形ブーツです。ね、ショップの中ではこれね、焼かなくても大丈夫だよっていう人もいっぱいいると思うんですけど、成形できるものは焼いた方がいいです。全然圧倒的な履き心地の違いがあります。成形を作る前に必ずお客さんの方とこのコミュニケーションを取り、カウンセリングを行います。どういうブーツを作りたいのか、どこが痛いのかというのを全部聞いてから成形するようにしてるんで、もし皆さんの中でああブーツ習ってんだな、どうしようかなとか悩んでる人がいたら、うちの方に相談してもらえれば全身全霊をつけて僕とヒカちゃんの方で頑張っていいブーツを作りさせていただきたいと思います。作るって大体1人1時間半ぐらいかかるんです。だからうちの方で作れるブーツの限られた数しか作らないんで、今の現時点でサイズによってはちょっともう完売しているブーツもありますので、よかったら一度サイズなんかをお問い合わせしていただいてもいいと思います。詳しくは概要欄の方から見れますので、よかったらチェックしてみてください。今日紹介したのはライドのみんなが噂になってるめちゃくちゃいいブーツ4つですね。トーレント、ナインティーン、ラストプロ、ラストプロワイド、ヘラプロワイド、この4つを紹介しました。皆さん興味があったらぜひともショップの方に問い合わせてください。よろしくお願いします。